はい、東洋球生物委員長の西村です。お願いします。本日はドンキ症、空気嚥下症の改善例についてお話ししたいと思います。最近ですね、来られた患者さんの一例をね、ご紹介したいと思います。まあ、当院はですね、空気嚥下症、ドンキ症の患者さんは、まあ、結構来られますね。それでですね、まあ、治療させていただいて、まあ、感触としてはですね、まあ、基本的には治る患者さんがやはり多いですね。まあ、それはですね、東洋医学からすると、まあ、空気嚥下症、ドンキ症というのは気滞、まあ、気の滞りから起きるというですね、明確な理由があるんですね。ですので、気滞の改善をすれば改善する患者さんがたくさんおられますね。気滞って何だというと、まあ、病気って気が滞るって書きますよね。そういった病気が、まあ、滞っているような状態を、まあ、改善すれば治るという、まあ、東洋学からしたら感じなんですね。まあ、それでですね、このゲップの症状が出たら、まあ、皆さんはですね、やはり、まあ、耳鼻咽頭科に行ったり胃腸科に行ったりすると思うんですね。あとはまあ内科ですか。それでですね、まあ、こういったまあ空気嚥下症、ドンキ症というまあ病名をつけられるんですが、例えばですね、先ほど言いましたように、最近来られた患者さんの一例からしてもですね、その他に症状がある場合が多いんですね。ゲップ以外の症状がある場合が多いということです。ですので体っていうのはもう全身つながってますから、それをですね、ゲップだけ見てたらまあ治らないということなんですね。まあ、病院西洋医学というのは対処療法、ね、部分的にしか見ませんので対処療法、一方東洋医学は根治治療というふうになるんですね。まあ、例えばですね、この患者さんが持っている症状すべてをですね、病院に行くと、眠りが浅いは心療内科、ゲップは胃腸科、耳鼻咽頭科、花粉症、乾燥肌は皮膚科、お腹が張るは胃腸科、まあ、冷えはもう、まあ、病院ではもう治せませんね。婦人病は婦人科、生理不順は婦人科、肩こり腰痛は整形外科、まあ、このようにですね、科がバラバラなんですね。この YouTube 動画で再三言ってますが、木を見て森を見ない西洋医学、まあ、ゲップ空気嚥下症は見るんだけどその他の症状はほったらかし、これがまあ病院西洋医学なんですね。まあ、一方東洋医学は、ゲップ嚥下症があるんですね、はい、わかりました、じゃあどんな症状が他にあるんですか、あ、なるほど、そういったら、まあ、こういう理由で、まあ、ゲップも出てるんですねっていうことで、治せるということですね。森を見て木を治すということなんですね。体全体を見て木を治すか、あ、木を見て森を見ない西洋医学ね。この木を見て森を見ない西洋医学は、まあ、対処療法なんで、眠りが浅かったら睡眠薬、乾燥肌だったらまあね保湿剤、ゲップが出たらですね、まあ、生活指導と、あとは胃酸化止める薬とかね、あとはまあ心療内科系の薬が出てしまうと思うんですね。婦人病とかもね、まあ、生理不順とか もうホルモン剤とか、まあね、婦人病だったら痛み止めとかね、いろいろ生理痛があったらですね、肩こり腰痛もシップと電気とね、まあ、痛み止めとかこのように全部対処療法でバラバラで何にも治らないんですね。でもですね、まあ、東洋医学からすると、まあ、こういった症状があるんですね、あ、だからあなたはゲップが出るんですねというふうな感じで治療して、眠りの浅いのも取れるし、生理不順も取れるし、肩こり腰痛も取れて、手足の冷えも取れて、お腹が張るのも取れるというような感じなんですね。全身つながってますからね。ですので、まあ、全体を森を見てみて、ね、森を見て、ゲップを治すような治療をしないと、まあ、治らないということなんですね。今ね、ゲップでお困りの患者さんはですね、その他にもまあ症状があると思うんです。だからそういったまあことをですね、まあ、包括的にまあ見るね、治療法が一番合ってると思います。本日は、ドンキ症、空気嚥下症の改善例についてお話しました。以上です。